帝人株式会社が帝人グループ創立100周年プロジェクトの成果を発表するザ・ネクスト100シンクヒューマンエキシビションを渋谷ヒカリエで開催しました。開催の挨拶で帝人の鈴木純 CEO は、帝人の次の100年に向けて未来の社会を支える会社であり続けたいと述べました。帝人は今から100年前の1918年、これ1915年って書いてあるけど、1918年に山形県米沢市で産声を上げました。まあ、これはその時の様子です。ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、帝人の創業は人造剣士、人が作った絹の糸と呼ばれていたレーヨンの製造でございます。日本で初めて研究をしてレーヨンが作れるようになり、それを大量生産する、これも全部自社開発をしたと。それがもうそういう形でのレーヨンメーカーとして私ども帝人はスタートしたというところです。そして今年の6月17日、帝人グループは100周年を迎えました。記念すべきこの年を私 CEO として迎えることができ、非常に光栄なことだと思っております。まあ、それとともにいつも自問自答を繰り返しています。帝人の役割とは何なんだろうか、帝人が描く未来とは何なんだろうか、人にとって、そして社会にとって、未来にとって私たち帝人ができることっていうのは何なんだろうかと。私たちは決してこの100年が到達点ではなくて、未来の社会に向けて帝人グループがどうあるべきか、進むべく道はどこにあるのかと、そういうことを改めて見つめ直す出発点だろうと考えています。次の100年に向かってフューチャーナビゲーション、今言ったような考えを具現化する、まあ、最初の活動としてこのシンクヒューマンプロジェクトというものを立ち上げました。先ほどお話ししました、今人に何が起こっているのか、未来の人、社会はどうなるのかという命題について独自の視点で向き合って、未来への可能性について、まあ若手中堅社員を中心に議論を重ねてきました。その集大成として本日よりここ渋谷ヒカリエにてシンクヒューマンエキシビションと銘打って、現時点の現代の人に起こる事象をパーソナルとソーシャルに二分して、まあ、9つのテーマを導き出してプロジェクト化しました。こちらの人間らしさ、超高齢社会、食、繊維、環境、住空間、感性、移動、加齢、この9つでございます。ただ、まあ、皆さんにご理解いただきたいのは、ビジネスになることだけがゴールではない。自由に発想を膨らませ、協力いただける仲間を増やし、社員一人一人がその先ほど申し上げたケミストリーを自分自身のビジネスキャリアの糧にしてもらえたらいいなと、そういうことこそが次の100年の帝人を作る大きな財産になる、私はそういうふうに思ってます。これまでの100年間さまざまな人と出会い、成長を続けてきました。私の座右の銘、一期一会でございます。これからも人と人との出会い、化学反応を信じ、帝人グループは次の100年に向け、これからも人があるべき未来を模索し続け、未来の社会を支える会社であり続けたいと考えています。まあ、そのためにも私たちは進化し続けていきたいと思ってますし、進化し続けていかなければいけないとも思ってます。会場には帝人の100年の歴史を記したパネルや、次の100年に向けて9つの取り組みが展示され、訪れた人々は熱心に見入っていました。